はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。騎乗員アスカキララです。さあ本日なんですが、皆さん、サイバーエンジェルっていう、史上最強だったデッキご存知ですか？2017年とかかな、多分ね、3、4年前ぐらいですね。もう3、4年前ぐらいの環境デッキとなっておりまして、これ何かっていうと、リミット2にね、ぶち込まれてるんですよ、このカードたちが。今回はアンリミットデッキで、この機械停止使ってみたすぎて、使ってみたんですよ。結構強いね。やっぱりね、このモンスター結構強いわ。結構強い。最近ね、アンリミットで、昔ね、規制が入っちゃって、もうコナミにぶっ壊されてしまったカードたちを、救済してるっていうね、救済系実況者としてやってるんですけども、これデッキ作ってきたんですよ、今回。機械天使をね、新しくリミットを無視して、これね、すげえね、ダケネが強いね、やっぱりねダケネが強い。言わずもがなの効果してるんですけど、この丸一番の効果ですね。このカードが儀式召喚に成功した場合、相手は自身のフィールドのモンスター1体墓地に送らなきゃならないっていう、この相手に除去を強いるっていうのがめっちゃ強いです、やっぱり。結局なので今日はね、イダテンベンテン全力でしてだけに着地させるっていう、そういうデッキにしてきました。で、召喚剣被ると弱いんで、センジゴッドとか、プチエンジェルとかをガン積みしてるっていう、ガン積みじゃないや、3枚ぐらい積んでるっていう感じですね。で、やっぱね、リミット2のね、このカード、これめっちゃ強いわ。自分のフィールドの機械属性モンスターの戦闘効果で破壊される場合、代わりに墓地のこのカードを除外できるっていう、ドラゴンでいうところの復活の福音、ネオスでいうところのネオスフュージョンみたいな効果が持ってるんですね。これがやっぱり強い。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。いや、ね、懐かしすぎるね、このデッキ。このデッキ懐かしすぎるわ。やばい、これ。あー、ちょっと事故った。高校でよかった。いや、皆さん、機械天使という最強デッキはご存知ですか？六部衆、やばい。何自体のデュエルだよ、これ。いや、支援だけマジでやめて。うーわ。いや、でもね、儀式魔法が2枚あるのでかいよ。機械天使相手に支援1体立てられると結構辛いってあるじゃん。儀式もね、止めてくるから。これね、儀式魔法が2枚あるとでかい。ここで俺はイダテンを引けばいいっていうこと。つまりね、二刀流ちょっときついな。二刀流だけちょっときつい。あ、魔法使う。あ、じゃあ二刀流ではない。二刀流ではない人。あー、なるほどね。風魔守備表示置いとくパターン。はい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 。二刀流じゃねえのでけ。頼む、イダテン。あー、でもまあ、あるまず戦時ゴッド召喚、戦時ゴッドの効果発動。戦時ゴッドの効果によってデッキから儀式モンスターを1体手札に加えることができる。そして手札よりマジックカード、機械天使の絶対儀式発動するんだけど、これ通していただける？あ、これは通してはいただけない。なるほどね。あー、じゃあもう1枚発動するわ。よし、支援貫通、貫通していく。なんだろう、これめくるとかって終わるけどね。さあ、まずはイダテンを、これがイダテン弁天。皆さん、イダテン弁天という言葉ご存知ですか？2017年流行語、ノミネート第2位、イダテン弁天。さあ、イダテンを特殊召喚し弁天をリリースすると、弁天の効果でなんと、儀式モンスターか、光属性天使属モンスターを持ってくることができ、さらに、いえ、サイバーエンジェルイダテンの効果によってなんと儀式魔法を持ってこれる。なんて強いんだ、なんて強いんだ。なんて強いんだ。行くぜ、俺はサイバーエンジェルイダテンと、これでも二刀流じゃないから、どうせこれ二刀流じゃないから、別になんかイザナである必要もないな。ダキリの方がアドバンテージ稼げるな、これ。多分なんか1000なんか払うみたいなやつなんじゃないかな、蘇生するみたいな。あー、むず。プレイングありますね、プレイングありますね。これ難しいですね。これどっちの方がいいのかな。でもこっち、普通こっちなんだよね、その二刀流じゃなかったら。イダテンと、とりあえず戦時ゴッドをリリースして、ね、ダッキーに出していく。いけ、先にイダテン弁天からのダッキーに。
これが最強、これが機械天使最強ムーブ。ダケリの効果発動、そしてさらにイダテンの効果も発動。イダテンの効果によってフィード上の儀式モンスターの打点が攻守が1000アップし、さらにお前はお前の手で自分で自分のモンスターを墓地に送りな。よしよし、あ、そっち、あ、そっち、なるほど。これはナグンない説結構あるな。じゃあニトルじゃないか、あれだ、どうせこれナグンない説結構ある。あー難しいな、これ殴って、なんだっけ、あの特殊召喚したらなんか持ってこられるやつ持ってこられてもなんか結構めんどくさいし、結構殴んないしなんだよな。あートップエニシあんのか、でもトップエニシ、トップエニシきついか、トップエニシ、あでもモンスター効果対象なら来た、これ殴んない説、儀式の檻最強だ、エニシでも大丈夫で、ダキリの効果、そうダキリの効果によって、さすがに儀式魔法じゃないよな、これ伊達天か、さすがに伊達天か、さすがに伊達天で伊達天回収で次のデッキトップ儀式魔法だともう一回伊達天出すのか、なるほどな、はいはい、悪くはない、悪くはない、悪くはないけどちょっとカーチが、はい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 、なるほどね、なるほどね、これこれさ、これ二通りじゃないんでしょ、二通りだったら叩き起こしてるはずだから、機械天使の儀式を回収しとけばいいんじゃない、これで次で儀式絶対できるから、もう一回だけに出して分からせるっていうスタイルね。ちょっと二通りだけ本当にやめてほしいんだけど、オッケー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 、来た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 、機械天使の儀式の効果発動、機械天使の儀式の効果によって伊達天リリース伊達天でいいのか、伊達天リリース伊達天、伊達天リリース伊達天、伊達天リリース伊達天で、こうしてで、サイバーエンジェル伊達天の効果、伊達天の効果、伊達天の効果で講師が1000アップしてで、機械天使の儀式持ってくる。待って、これ俺なんで守備表示にしたんだ、攻撃表示でいいな、プレイングざるいな、プレイングざるい、行くぜ、機械天使の儀式の効果発動、機械天使の儀式の効果によって俺はサイバーエンジェルイザナを墓地の送り、サイバーエンジェルダキリを特殊召喚、そしてダキリの効果発動、お前はお前の手でお前のモンスターを墓地の送りだ、来たこれハモンケアだ、これハモンケアしたんすよ皆さん、ハモンケアしたんす自分神ゲー、神ゲーだわいや令和になってこんな楽しそうに機械天使回してる実況者俺くらいしかいないと思うわ多分。さあお相手の方は闇遊戯選手、あ強いな、ハンドハンド強いな、ハンドバカ強いな、サイバーエンジェル、プチエンジェルの効果でこれ機械天使の儀式持ってきて、機械天使の儀式の効果を発動、俺は弁天をリリースし伊達天を特殊召喚させてもらうぜ、そして伊達天弁天、これが最強伊達天弁天、最強儀式方法伊達天弁天、伊達天と弁天の効果と弁天の効果によって光属性天使族モンスターをデッキから手札に加え、さらに伊達天の効果で機械天使の儀式を手札に加えていくスタイル、はい、そして手札よりマジックカード、機械天使の儀式の効果発動、機械天使の儀式によってサイバーエンジェル伊達天とプチエンジェルを墓地の送り、いけサイバーエンジェルだけに、あーだけに特殊召喚、ダギに特殊召喚よしして、この召喚に成功してその2にチェーンしサイバーエンジェル伊達天の効果発動、そしてエンドフェーズ時ダギの効果発動、さらに伊達弁天を回収させてもらうぜ、よし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 、強いぞ強いぞ、これは強い、これは強いだろう、これ次のデッキトップなんでもまたもう一回伊達天弁天できる可能性あるかな、さあ、あやばい、まあ、でもモンスター効果の対象にならないんで今儀式の檻、の効果で、自分の儀式モンスターは儀式相手のモンスターのね
っていうの効果では破壊されず相手のモンスターの対象にならないというね、効果対象にならないっていう効果を持ってるんで、はいはい、いいですよ。アレイスターも全然いいですよ。光属性メルカバーはまだデュエルリンクスにはいませんからね。はい、で霊神の聖典効果、エレメントセーバーマロおなんだ初手融合か何たら俺の墓地には機械天使の儀式がもう2枚も落ちている、つまり破壊耐性が2回あるぜ、なんて強いんだ。よし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 、プレガトリオでも、プレガトリオでも俺は知らない、いいだろう。召喚魔術の効果によってゲームから、あ、そのカードをデッキに戻してゲームから除外されているアレイスターを回収していく。で打点はあいつ最高で3900だ、つまり一応ダキには抜ける、ただ俺の墓地には機械天使が残っている、つまり破壊耐性が2回、なんて強いんだ。そして戦闘ダメージは受けない、儀式の俺2の効果で、なるほど、弁天が被ってしまった、なんて弱いんだ弁天被っての弱いな。まあでもこれはこれぶん殴りに行っていいんじゃねっていう説あるの、これぶん殴りに行って使わせる説ある、使わせる説ね、殴るでしょ。でアレイスター使ってくるかもしれないけど、まあでも使ってくるんだ、使ってくるでめちゃ嬉しいもんね。これシンプルに機械天使の儀式2個落ちてるんで、いやこれは結構辛いと思うよ俺。どうどうこれ、はいはい、アレイスター効果、はい、で打点上げるけど機械天使の儀式の効果によってバイーンってなってダメージが受けないなよしよし戦えてるぞ。さあサイバーエンジェルダキリの効果発動、サイバーエンジェルイダテンを回収、よし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 、これ次もう一回ダキリ出せば相手ね、あの除去れるんで、モンスターをね一体、まあ、もしくは魔法をトラップを1枚イザナオの持ってくれば魔法トラップだけには持ってくればモンスターと。さあこれはなかなか強いですよ、なかなか強い。そして機械天使の儀式まだもう1枚墓地あるんで、そんな簡単にこのモンスター突破されないと思うんですよね。エレメントセイバーモーレフ、いいだろう。さあモーレフの効果発動、いいだろう。モーレフの効果を発動したところで俺のだけには対象に取れないぜ、なんでかって儀式の俺2があるからさよっしゃ強いぜ、なんて強いんだ、いいだろガードセット、いいだろいや結構強くないやってることこれ、よし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 。さあ光るかどうか、さあ魔法タップ光るかどうかだけ確認するわ。光ってんだ、なるほど。とりあえずサイバープチエンジェルを召喚、サイバープチエンジェルの効果発動、サイバープチエンジェルの効果によって機械天使の儀式を持ってくることができるぜ、最強だ、なんて強いんだ、機械天使の儀式3枚入ってる、なんて強いんだこのデッキ。そしてイダテンペンテンか、機械天使の儀式の効果発動、機械天使の儀式の効果によってイダテンペンテンしていくぜ、ペンテンをリリースしイダテンを特殊召喚、ほい、そしてイダテンの効果発動にチェーンし、ペンテンの効果も発動、ペンテンの効果によって機械天使だけに、まあこれ難しいな、これどっちの方がいいんだろうな、これワンチャン、これあれなんですよ、イザナもあるんですよね、全然イザナもあるんですけど、いやこれむずい、イザナの、まあ、イザナもあんな、まあでもダキリの方が強いか、モンスター除去った方が強いか、モンスター除去った方が強いか、これダキリだ、これダキリで、もうねゴリ押そう、ダキリで、ダキリでゴリ押そうで、機械電子の絶対儀式持ってくると、でこの6と2をリリースしてダキニを、62リリースダキニで47ダキニ、62リリースダキニで47ダキニと、あコズミックサイクロ、何あ、なるほどね、そういうことね。あで、裏返す可能性、裏返す可能性、なるほど、裏返す可能性、プチエンジェルとサイバーエンジェルイダテンをリリースし、いけサイバーエンジェルダキリ特殊召喚、そしてダキリの効果、ダキリの効果にチェーンし、イダテンの効果も発動、それはいいぜ、モーレフおじさんはどうでもいいぜ、いいだろうそのぐらいは、おじさんの効果で何を裏返すんだい、なるほど、そちら47いいんすか、47許していただいていいんですか、マジっすか、マジ47、マジ47許していただける、えそうでしょ、
機械天使の儀式あるから破壊耐性あるよ俺。大丈夫、アレイスター投げても届かないぜ。よーしディスティニードローはさせてやるぜ。さあこれによって機械天使の儀式を回収させてもらうぜ。これでもう一回イダテン弁天ができる。次のターン、そして俺の墓地にはまだ機械天使の儀式がある。破壊耐性が1回いける。勝つる、勝つる、来たか。令和デッキ、令和デッキに、まあ、令和デッキでもないな、あれ、あれ昭和デッキに明治デッキで挑んでいる男だな今の俺。機械天使なんてあのデュエルリンクスのデュエルリンクス史上デュエルリンクスの歴史で言ったら絶対明治時代とかのデッキなんで文明開化の音がしたっつって、そういう時代のデッキなんで。さあ召喚枚数はいいだろう、いいぞ。プルガトリオくらい許してやるぜ。どんだけアレイスター引くよ。そして、まあ、でもそんなに痛くないんだよね別に。アレイスターからプルガトリオ飛んできたところで、プルカス飛んできたところで別になんか貫通ダメージは受けるけど4000は削れないし、で47だけに生きてるしみたいな、はい、はい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 、いいですよ、全然いいですよ。アレイスターそんななんか置いといていいんですか。さあ召喚枚数、はい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 、であれですね、今43にはできるんで、43にはできるんで、いやこれ裏返した方ミスでは、なんで47残しちゃったんだろうね相手。ミス焦ったのかな。神属性きた。3500いいだろう、3500はいいだろう、3500で1000上がって4500、まだ届かないぞ、まだ俺のだけには届かない。はい、セット、なるほどなるほど。さあ行くぜ。あ、いいですよ。それはそれは別にいいですよ、別に別にいいんじゃない、それ使わなくていいや。47守れば、47を一生守り続けるっていう仕事なんでこれ。よし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 。そして機械天使の儀式の効果発動、機械天使の儀式の効果を発動し、またイダテン弁天をさせてもらうぜ。俺はサイバーエンジェルイダテンを弁天をリリースして特殊召喚、なんかイダテン弁天するっつって。さあサイバーエンジェルイダテンを特殊召喚、そしてイダテンの効果発動、さらにイダテンの効果を発動し、その効果に遅延し弁天の効果も発動。なんて強いんだ、なんて強い。あとこのデュエル長くないめちゃくちゃデュエルしてる気がするんだけど、これはもう一回だけにか、イザナでもいいな、イザナ結構あるね、イザナ結構ある、対象に取られると相手も下がりるから、イザナ結構ある。でイダテン効果で絶対でいいのか、絶対でいい、絶対するとイダテンリリースしてプチエンジェル戻しながらイザナ出せるんで、これブレイング何、エレメンタルトレーニング、フィールド上のモンスターを1体リリースしてエレメントセイバーモンスターを1体特殊召喚できる効果。よし、はあ、モンスターを特殊召喚、あーなるほど、あれこれ貫通するのご存知、ご存知ない、もしかしてこれだけ貫通するのはあなただけじゃないっていうこと知ってる、何も貫通能力を持っているのはプルガトリオだけではない。さあアレイスさん投げろよ、ラパイラの守備力上がるんだったらな、いけだけに神ゲー起きてる、マジで神ゲー起きてる悔いはない、機械天使強いんだ。さあお相手の方キースさん、なるほどキースさんですね、キースさんないんですかね。とりあえずこれイダテン弁天はできるんで、イダテン弁天していきましょう。やっぱイダテン弁天できた時の嬉しさ半端じゃないよね。で機械天使の儀式の効果と、さあ機械天使の儀式の効果によってイダテンを、あ弁天をリリースしながらイダテンを特殊召喚、いやーこれ懐かしいわ、やっぱりイダテン弁天っていうね単語ね、めっちゃ強かったんですよね過去のデュエルリンクスではね。さあ弁天の効果発動、弁天の効果によってダキニを持ってくる、でイダテン効果で機械天使の儀式を持ってくればいい、この絶対儀式でもいいな、絶対儀式、機械天使の儀式絶対あるんで、1枚あるんで絶対の方が強いまである。そしてここで6と2をリリース、
そして機械天使サイバーエンジェルダキニを特殊召喚。はい、でこれで37ダキニ。よし、いいぞ、いいわけしてんな、いいわけしてるぜ。そしてイダテンの効果発動、イダテンの効果にチェーンし、あ、チェーンしねえわ、ごめん、嘘ついた。ターン終了。サイバーエンジェルダキニの効果発動、こうです。これでどうでしょう。俺のターンだ。これはね硬いんでね、結構ドローだ。これ昔はねエネミーコントローラーっていうカードでめちゃくちゃ分からされてたんですけど、この盤面リューマードの勝者何いいだろう。ただ今現状俺のモンスターはモンスターの効果の対象にはならない。つまりお前のリューマードの守護者ネオスフュージョンを手札に加えたところで、なんだっけ、赤いキツネとかクリムゾンフォックスとか AD チェンジャーとかああいうモンスターは効かないぜ。ネオスフュージョンいいだろ、そんなガードはどうでもいい。やはり儀式の檻は最強、モンスターの効果の対象にならず、モンスターの効果では破壊されない。私の儀式モンスターは守備表示なんだ、甘えた展開だな。何ボルカニックバレットいいだろう、ボルカニックバレットの効果でボルカニックバレット回収いいだろう、そのぐらいは許してやろう。伏せ2枚は辛そうだな、伏せ2枚嫌だな、伏せ2枚嫌だな、伏せ2枚結構嫌だな。あーこれぶん殴るしかないね、これシンプルにぶん殴っていくしかないぜ。お前の守備モンスターはボルカニックバレットと呼んだ、いけダーッ、ゲー